時刻7時51分です。おはようテラちゃん。この時間からコメンテーターは九州大学教授瀬照久さんです。瀬さん、おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東京、ところによっては、まあ、関東といった方が正確なんですが、強い雨、それこそ50ミリぐらいの1時間にですね、雨を降らせるような雨量なんですが、はい、福岡どうですか今天気は。今、そうですね、先ほど外で出た時は小雨でしたけれども、やはりでも雨は落ちてるんですね、はい、そうですね、はい。さて、瀬さん、こういうニュースからスタートさせてください。はい。AM ラジオ放送を行う民間事業者47社で作りますワイド FM 対応端末普及、これを目指す連絡会がですね、昨日全国44の AM ラジオ局が2028年秋までに FM 局となることを目指すと発表しました。AM、遠くまで電波を飛ばせるんですけども、遮蔽物、例えばビルとかですね、そういったもの、あとは他の電波が多い都市部での受信のしにくさですとか、はい、送信所に広い敷地が必要でして、河川敷などが多いため、これから水害も増えてくると想定されてますんで、この水害に弱いことなどの課題があったんです。はい。で、各 AM 局は14年以降 AM の番組を FM で同時に放送するワイド FM、 FM 補完放送というのを実施してるんですけども、はい、AM と FM のこの二重の費用ですとか、 FM に比べて高い設備更新費などが負担になっていました、はい、ただ現在の制度では AM 局が AM 放送をやめて FM だけのラジオ局になることはできないんですね、はい、で、民放連、日本民間放送連盟が2019年、これを可能にする制度改正を求めたのを受けて、総務省22年にかけて制度を改め、2023年にも低波の実証実験を始める方針ということなんです。これ瀬さん、 AM 局が FM 局になるこの変化、はい、今お気になっていかがですか。そうですね、私も車で通勤してまして、はい、よくラジオをずっと聞いてるんですね、車の中で、はいはい、でその時やはりAM より FM の方が音がいいですね、圧倒的に、で AM をですね、まあ、時々地元の放送局を AM で聞いて、はい、でそれまた FM に変えたりしてですね、はい、結構やってるんですけれども、まあ確かに FM の方が音がいいですので、はい、まあ、この流れは私はいいと思うんですけれどもね、ただその災害の時とかにですね、ラジオって本当に大切だと思いますので、はい、災害の時でもFM できちんと聞けるようになれば、はい、この流れはいいと思いますが、そうですね、はい、というとその、まあ、ラジオっていうのはね、これまで言われてきた通り、その災害の時こそ役に立ちますよっていう、そうですね、メディアとしても知られているわけで、その FM 局となることでそのメリットが、まあ、大きくなれば、まあ、いいですね、これね、はい、そうですね、はい、となるとこの今後ラジオというメディアですけれども、はい、これ瀬さん、どういうふうに変わっていくとお考えですか。いや、私はそうですね、ラジオというメディア、はい、なんていうかな、人と非常に近いと思うんですね、はい、ですので、まあ、なんて言いますか、こう本当に身近な、割とこう地元のと言いますかね、はい、なんかそういう情報を伝える、本当にこう親しみのあるメディアとして残っていくんではないかなと思います、はい、なんかアメリカとかでもそうみたいですね。アメリカでも、ラジオというのはやはりこう本当に地元の情報を聞いて、はい、人と近くてですね、またなんかテレビとかですね、なんか新聞とかの大手メディアとは違う論調でですね、はい、割とこう本音で語れる、メディアとしてアメリカでも結構なんて言いますか、こう、はい、ちゃんと場を得ているということを聞きますので、確かにミニ FM 局なんていうのはものすごい数あるなんてね、よく聞きます、ね、まさにもう限られたこのエリアの中でのっていう、まあ、細かい情報も、流そうと思えば流せるわけですよね、はいはい、さて続いてはですね、車です。ホンダの高級セダンレジェンド、高級ミニバンのオデッセイ、燃料電池車のクラリティが2021年をもってですね、国内生産の終了、並びに在庫車がなくなり次第販売終了となることが明らかとなりました。
生産終了となるレジェンド、世界で初めて自動運転レベル3、条件付き自動運転車、まあ、限定領域ではありますけれども、まあ、これに適合するホンダセンシングエリート、これを搭載したモデルとして2021年今年3月5日に限定100台をリース販売するなど、自動運転の世界、これを飛躍させることが話題となりました。で、燃料電池車のクラリティもこのホンダの技術を世界に知らしめた1台だったんですが、レジェンドとともにですね、今回の生産終了により姿を消すようです。まあ、一方で2020年11月6日にマイナーチェンジして発売された新型オデッセイ、2021年に入ってからも販売好調を維持していました。ホンダを代表する車、レジェンドオデッセイの生産終了、これ瀬さん、ファンは嘆いてるようですよ。そうですね、私もホンダの車に乗ってるんですけども。そうなんですね。なので、はい、ホンダ頑張ってほしいんですが、なんかやはりどうもなんか最近こう軽自動車が、はい、まあいいことでもあるんでしょうけど、ホンダの軽自動車がなんか非常に強くなりすぎちゃったような感じがしますよね。ですので、まあ、オデッセイよりもNBOX とかですかね、はい、なんかそちらの方に力を入れるってことなんですかね。まあ、そちらの方がはるかに売れてるのは売れてるでしょうが、まあ、国内でのこの生産終了する理由としてはホンダ次のように説明しています。レジェンドクラリティオデッセイは狭山工場、埼玉県ですね、で生産されていますが、狭山工場の閉鎖に伴って寄りへの移管はせずに生産終了という判断となったと。ホンダ狭山工場1964年に完成車の量産工場として誕生、エンジン、プレス、溶接、塗装、この製造における各工程はじめ各種部品の取り付け、エンジン搭載、完成車の検査、一貫生産を行っています。で、現在ではこのレジェンド、クラリティ、オデッセイの他にステップワゴンの生産も担っていました。で、工場の閉鎖というのは四輪車の生産体制見直しの一環、現在およそ900人いる従業員は他の部署に移動させて雇用は維持するといいます。雇用が維持されるというのは、まあ、働く人にとっては瀬さん、まあ、これはまあ朗報ですね。ほっと胸をなで下ろす、まあ、そうですね、それは確かに朗報だと思いますけれども、ただホンダかなり車種絞ってますよね。そうですね。あと一方、日産もですね、先日スカイライン生産終了という報道がありましてね、ただ昨日ですね、日産の副社長はこれを否定してますね。はい、なんかそうですね、情報が錯綜してるという感じですね。本当ですね、まあ、今セダンよりも SUV というんですかね、なんかそちらの方ばっかりになってきてますよね。まあ、セダンファンにとっては寂しいところですけれども、まもなく8時です。8時になりました。6月16日水曜日、8時になりました。おはようございます、寺島直政です。浜松町、雨が降ってます。 22.1 度、南寄りの風が 1.7 メートルですね。今雨雲レーダーを見てますけれども、先ほど富士見市にこの、一時的ではあるというものの50ミリぐらいの雨が降っていると申し上げましたが、そのエリアがですね、広がってまして、例えば具体的には秋ヶ瀬公園ですとか武蔵野線の西浦和駅、あたりですね、あと秋ヶ瀬橋とか、かなり広めの桜区役所とか、そのあたりが、これピンク色なので50ミリくらいの雨をこの雨雲レーダー見る限りですと、降らせる雨雲がかかってますね。その他のところも東所沢の東の方ですね、このあたりもそうですね、30ミリぐらいの、一時的雨を降らせるような雨雲がかかっています。
今日も関東地方広い範囲で大気の状態不安定、朝から雨が降ったり止んだり、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。落雷、突風、道路の冠水などご注意ください。最高気温、東京都心と横浜、埼玉25度、千葉26度の予想です。昨日と比べると3度から5度低めですが、湿度が高いです。ムシムシするでしょう。明日も雲が多く、昼前後まで雨が降るでしょう。東京地方、今日明日ともに曇り時々雨。現在大雨洪水警報が東京23区と多摩北部、大雨警報ですね、大雨注意報が東京23区東部、そして、埼玉県の南中部、洪水警報、洪水注意報も出てますね。あとは関東全域に雷注意報、濃霧注意報が埼玉県、茨城県に出ています。さて、今朝のコメンテーター、九州大学教授瀬照久さんです。福岡にいらっしゃいます。瀬さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 CNN の情報なんですけれども、 FAA アメリカ連邦航空局14日旅客機の機内でトラブルを起こした乗客に関する報告が3000件を超えていることを明らかにしました。問題行動、暴力行為、これが報告された事案のうち2300件、機内でのマスク着用を義務付ける連邦当局の規定に従うことを拒んだ乗客が絡んでいたとしています。最近ではアメリカデルタ航空便に搭乗していた非番の客室乗務員が機内放送を勝手に使い、客室乗務員2人に暴行したとして取り押さえられています。なんかとんでもないことが起きているような感じがしますが、アメリカ、これストレスなんですかね。そうですね、特にマスクに関しては、はい、なんかアメリカの人、欧米の人一般かもしれませんけど、はい、アメリカの人は特にマスクつけるの嫌がる人本当に多いですね。習慣がないから、それなんかこう、人にこうなんか指図されるような感じが受けるんでしょうね。でそうなるとなんかもう本当に自由のためにみたいな形になってしまうので、なんか日本とはだいぶ反応が違いますよね、こういうことに関して。ですからこの機内ではマスク着用してくださいっていうその言われ方ももちろんあるのかもしれませんけど、そこで反発してしまうって人が増えてるってことなんですね。ですよね。続いてはですね、東京工業大学で開催された紙飛行機コンテスト、先ほどは本物の飛行機の中でのトラブルだったんですけど今回は紙飛行機コンテストで意外すぎる作品が第3位に入った、そんな投稿がツイッターで話題となっています。これは東工大で、紙飛行機飛ばすというコンテストなんでしょうけれども、これツイッターユーザーの、テルルンさんが6月1日に投稿したものです。これどういうことかというとですね、紙飛行機コンテスト、これは普通に考えるとえいやっと飛ばして一番距離が、出たものが優勝っていうことですよね。これはそうですね、そうですよね、普通はそうですね、そうですよね、力強く投げすぎても変な方行っちゃったりとかするし、うまくこの緩やかというかそれでも飛ぶようにこう投げるっていうのがコツですよね。そういうコンテストで第3位に入賞した作品がですね、紙を丸めたゴミのようなものがこの紙飛行機コンテストで第3位に入賞したっていうことなんですね。コンテストの課題として、紙飛行機の飛行距離、飛行時間をさらに向上するには何が有効であるか考察せよ、こういうふうに記載されていたと。ですから、普通だとこの折り方だとか、そういったものですよね。ですよね。ここで工夫して、翼を大きくした方がいいのかとか、頭の部分をちょっと重くした方がいいんじゃないかとか、そういうことですよね。少しその尾翼というかそれを作った方がいいんじゃないかとかそうですね、翼を下げた方がいいのか、上げ気味がいいのかとか。私も昔好きだったんですよ、小学生の時ですね、なんかこう厚紙でを切り抜いて作るなんかよく飛び紙飛行機集っていうのかな、なんか二宮さんという方がやってた紙飛行機ですね、あれ一時期ものすごく、凝ってですね、攻め台を買ってきてこう丁寧に作って、まさにこの羽の角度をですね、どうつけるかとか、重心をどこに置くかとかですね、
投げ方とかなんかいろいろ工夫した覚えがあるんですよね、で なのに今回はこれ髪を丸めてっていうことなんですよね。髪丸めて、そのおそらくどのくらいの大きさで、まあ、グラム数とか髪は決まってるんでしょうね、はい、それぐしゃしゃっと丸めてボールみたいにしてダーッと投げたら距離も時間も3位に入ったみたいなもんですよね、これは。まあ、それから総合的にこの3位なのか、はい、飛んだんでしょうね。まあ、確かにある程度重みがあった方が遠くには、まあ、あのどういう条件でも確かに遠くに飛ぶような感じはしますよね、だってね、はい、あのふわふわのゴムボールよりも軟球の方が遠くに飛びますし、高球のは投げを力さえあれば飛びますもんね。そうですよね、ただこれあれですよね、あの紙飛行機コンテスト、これ東工大が主催したということですけれども、はい、まあ、全然趣旨にかなってない結果になっちゃいましたよね。これちょっと一文添えといたが良かったですね。ですよね、これやっぱりあの紙飛行機でもやはりこう、あの どれぐらいの空気抵抗がとか、はい、あのなんかこう どういう形で重心を置けばとか、まさにそういうあの、飛行機の開発に生かせるような知見をとかっていう、またそういうことに興味持ってほしいということをやったんだと思うんですよね、おそらく。そうですね、なのにこれじゃあ紙を丸めてってことじゃ、もう飛行機なんかぐちゃぐちゃってして投げたらいいことになっちゃったら、そうですよね、これ意味がないですよね。結果的に紙飛ばしコンテストみたいになっちゃってね。本当ですよね。紙は飛んだんだけど3位に入っちゃって、何か皮肉な感じがいたしますね。いや本当ですね、常識を超える発想がここに、まあ、評価するとするならばあったと。目から鱗という状況ですね。はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻8時8分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。テラちゃんおはよう、テラちゃんテラちゃん。時刻8時14分です。さて今朝のコメンテーターは九州大学教授瀬照久さんです。瀬さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お伝えしたようにですね、東京の一部ではありますけれども、この、ま、決してその大きい川じゃない、だからこそ危険なんですね、はい、そうですね、はい、一時にこの大量の雨が降ると、まあ、そこにこの雨がたまる、そうするとす、ね、まあ、流れるこの水かさが増えてくる、はい、溢れ出る可能性があるということですんでね。そうですね、こう急速に水位上がりますね。そうなんですよね。妙正寺川氾濫危険情報が出ています。さてニュースピックアップ参りましょう。こちら、日経新聞、解散9月前半濃厚、与党は野党4党が提出した内閣不信任決議案を昨日の衆議院本会議で否決しました。今日で会期末となる今国会での解散がなくなり、10月21日の衆議院議員のこの任期満了までにあるこの解散総選挙に向けた政治日程、大枠が固まってきました。衆議院議員の任期満了が10月21日です。一方で総理の自民党総裁任期、9月末に迫っています。総理はですね、ワクチン接種に伴う感染状況の改善ですとか、東京オリンピック・パラリンピックの成功を掲げて、総裁任期中の解散を経て衆議院選挙で勝利し、総裁選は無風で乗り切りたい意向です。で、最も早いケースですと9月5日のパラリンピック閉幕後に臨時国会を召集し、冒頭で解散に踏み切る可能性があります。で、この場合投開票は10月10日17日などが想定されています。瀬さん、この解散のタイミング、これはどうご覧になりますか。はい、いや、まあ、今あの支持率が低いですからね、はい、あのですから、まあ、こういうやり方してくるだろうなというふうに思います。はい、あの、まあ、オリンピック・パラリンピックを、まあ、どうにか盛り上げて、でそしてあのワクチンの接種もですね、もうこれあの急速に進めて、もう大丈夫だっていう状況に持ってってから解散したいということですよね。はい、まあ、ですので、まあ、このタイミングになっていくと思います。はい、
で、その夏にはですね、経済対策をまとめて衆議院選のこの選挙公約に盛り込むと。コロナ禍で打撃を受けた観光、飲食、運輸といった事業者への支援が中心となるようです。野党は30兆円規模の補正予算案の編成を求めていて、政府与党の対策の規模、こちらも大型になると見られます。コロナ禍で打撃を受けた経済が回復しなくてはいけないわけですけども、瀬さんはこれどういう策を講じるといいとお考えですか？いや、私はもう大規模なですね、経済対策のプログラムというのを出すというのが、一番だと思いますけれども、その時にあれですよね、東京もそうですし、日本各地そうですけれども、この季節これからどんどん水害が増えてきますね。で、やはりこれ何て言いますか、河川工事というのがだいぶこう遅れていたり老朽化したりしているところが多いんですね。で、私の住んでる福岡も、もう最近毎年のようにですね、県の南部は水害が起きてるんですね。熊本とかもそうですね。ですので、これ日本全国そういう感じですので、そういうのをですね、こう定期的にずっとある程度長期間こう定期的に公共事業を出していきますよと、そういう必要な公共事業についてはきちんとやっていきますと、いうことをもう発表すべきだと思うんですよ。でそうすれば安定的に需要があるということであれば、設備投資も進むでしょうし、景気の下支えになると思うんですね。ですから、そういう形で長期的にですね、もうこれから公共事業必要な部分たくさんあるわけですから出していくと、いうことをはっきり打ち出してほしいですね。はっきりとですね、続いてはこちら。産経新聞、土地規制法成立へ。安全保障上重要な土地の買収対策となる土地利用規制法案が今国会で可決成立する見通しとなりました。外国資本による土地買収問題、10年以上前から問題視され、法制化は遅きに失した感が否めないということですが、国防上不可欠な法整備として前進と言えます。法案は防衛施設や海上保安庁の施設、原子力発電所などの重要インフラ施設周辺およそ1キロと国境離島のこの土地を注視区域として調査対象に設定で、不適切利用には中止を勧告命令できて、従わない場合などには懲役刑を含む罰則を科すと。特に重要な施設や国境離島特別注視区域として注意を注ぐということですね。注視区域として売買の時に事前届け出を課すということなんですが、この中身に関してまずはいかがですか？いや、これこういう法案ができたということは、評価しますけれども、だけどこれやはりあれなんですよね、所有じゃなくて利用なんですよね、規制ができるのがですね、ですからこれで大丈夫かなという感じはしますね。もうちょっと踏み込んで所有の方にまで規制をかけてるべきではなかったかと私は思うんですけれども、ただなんか公明党が強く反対したとかですね、なんかそういうことをいろいろ聞きますね。昨日というか今朝ですね、日付変わって、今日未明参議院本会議で採決が行われて、自民公明党と日本維新の会国民民主党の賛成多数で参議院可決成立したということですね。で、この国境離島の長崎県対馬で韓国資本が自衛隊基地周辺を含む島の土地買収している実態、これを産経新聞が報じたのが、今から13年前2008年10月です、で、その後北海道内でも航空自衛隊と民間が利用する新千歳空港近くの中国資本による買収、あと水源地を含む大規模な山林の買収が次々と明らかになりました。こういうことあったんですね。あ、そうですね。で、これちょっとおかしいと思うのはですね、中国は土地をこう個人が所有することって、民間が所有することっていうのはできないんですね、基本的に。中国国内でですね、借地権みたいな形で、利用はできるけれども、取得することはできないんですね、中国人でも中国の国内の土地をですね。ですからなんかそういう
あの国ですので、あのもちろん日本の企業とか日本の人が中国の土地を所有するってのもできないわけですね、はい、なので何ていうかこう相互主義の原則から外れてると思うんですね、はい、でそしてまたあの中国でそういうふうに土地が所有できない、取得できないということですので、あのまあ、中国のこうお金持ちとかですね、また企業とか、はい、まあ、もちろんその中国の国関係もですね、あの、まあ、日本の土地をこう所有したいというふうに考えること多いと思うんですね、はい、ですのでちょっと私はこれ相互主義の原則から道理ができないものかなというふうに思いますね、はい、で、まあ、自民党は過去3回ですね、議員立法を模索したんですけれども結局頓挫で、この間に中国資本による買収の動きというのが、はい、まあ、全国に拡大したってことですもんね。いや、そうですね、はい、これあの観光立国政策とかもやってますので日本がですね、はい、ですから、まあ、中国の例えば観光あの業者みたいな人たちがですね、はい、あの日本の、まあ、旅館などの買収っていうのもどんどん進めてるわけですね、ですので なんと言いますかね、これ もうちょっとやはりこう所有の方まで踏み込んでやらないとと思うんですね、で、もう一つはやっぱ先ほど見ましたけども、その相互主義の原則のような形で、はい、あの何かそういうふうに日本側がこう相手の土地を取得できない国に対してはある程度の規制をかけるっていうことをやってもいいのではないかと思うんですけれどもね、まあ、ただそれやるとあの経済活動がっていうような話になったり、はい、またはまあ試験の問題だっていうようなことを言い出すあの人がいるわけですけれども、だけれどもこれやっぱ安全保障は私は大切だと思いますので、はいはい、続いてはこちら、読売新聞、最低賃金引き上げ今かよ、骨太原案にコロナ禍の中小企業から嘆きの声。政府が先週水曜日に示した骨太の方針の原案に、最低賃金を全国平均で早期に1000円へ引き上げるということが盛り込まれ、中小企業から悲鳴と恨みと嘆きの声が上がっているという記事です。政府の狙いは賃上げによる消費喚起と経済回復なのですが、新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業特に経営が苦しくて、人件費の膨張、これが打撃となります。ある経済団体の関係者、まずはワクチン接種でコロナ禍を収束させ経済活動を正常にすることが先決だと、憤りを隠さないということです。瀬さん、これいかがでしょう。いや、まあ、これあのそうですよね、あの、はい、私はあの最低賃金引き上げるべきだと思うんですが、はい、ただそれはですね、やっぱりあの政府によるこう景気を良くするといいますか、はい、こう景気刺激策を先にやってからというのがやはりあの正しい順番だと思うんですね、じゃないとやはり中小企業などは人を雇えなくなって、で人が雇えないとき、まあ、あの設備投資をしてですね、はい、あのなんていうかこう生産効率を上げるっていうこともできるんでしょうけれども、ただあの、まあ、景気が悪かったり悪いわけですから、そういうことをするわけもないので、できるわけもありませんので、はい、だから結局はですね、体力のない中小企業が潰れていったり、あの潰れるないまでもあの人を雇わなくなったりしてしまうって可能性あると思うんですね、ですのでやはりこの最低賃金の引き上げをするんであれば、あの景気刺激を、はい、することがあの先だと思いますね、でこの最低賃金なんですが、パートやアルバイト含めて、その全てのですね、労働者に適用される賃金の下限、下の限度額ですね、下回る金額をこの支払った企業には罰金が課されます。都道府県ごとに時給で示され、毎年毎年度ですね、改定されます。で近年コロナ禍でほとんど上がらなかった令和2年度を除いて基本的に引き上げられてきました。となるとこれ中小企業を救うためにはってことになりますよね。まあそうですね、あの、まあ、これはやはり全国的にですね、はい、景気刺激策を、あのやはりこう需要拡大ですね、はい、まあ、そのためにあの大規模な公共投資とかですね、はい、これを定期的にやると、で設備投資できるように、してもらうと、で、ね、なおかつもう一つはあの設備投資に補助金をですね、まあ、今も ありますけれども、はい、まあ、もっとつけてもらいたいということですね、はい、で最低賃金自体私やっぱり低すぎると思うんですね、はい、日本私あの なんていうかな、こういうふうに思うんですね、あの真面目にコツコツ働いていたら、はい、あのきちんと生活ができて、でなおかつあの家族を持てて子供を育てられるというぐらいの水準は最低賃金で保障すべきだと思うんですね、で だとすると、例えばあの1日8時間、週40時間、月160時間ですかね、はいはい、これ働いてあの
まあ、大体、まあ、25万ぐらいは必要だと思うんですね、はい、でそれで25万得るためには大体1500円ぐらいは必要なんですね最低、ですので私はやはり1500円ぐらいまで引き上げられるようにしなきゃいかんと思うんですね、はい、でそれ引き上げられるようにするためにそれを政策の一番の目標としてですね、貿易だとか、はい、または社会保障だとか景気刺激策だとかですね、なんかそれをそっちは手段だと思うんですね、はい、ですからそうやってきちんと真面目にコツコツ働いたら生計が立てられるっていう状況を作るってことを第一の政策目標に置いてほしいですね、はい、さあそれではここからはですね、瀬さんにはコロナワクチン年少者接種に抗議殺到戸惑う自治体、こちらのテーマで伺います。厚労省は今月からアメリカファイザー製ワクチンの接種対象16歳以上から12歳以上に拡大しました。これを受けて京都府内にある町では希望した12歳が接種を受けたところ、町の外からですね、町外から抗議電話が殺到、10代は死亡事例がないのにワクチンの危険性を認識しているのかといった内容のほか、人殺し殺すぞと罵るものもあって町は警察に相談しました。高校生への優先接種方針を示した北海道、あと愛知県の自治体にも同じような電話やメールが相次いだといいます。瀬さん、この報道をお聞きになっていかがですか。はい、そうですね、まあ、ワクチンの危険性っていうのは確かに、まあ、若干あるんだと思うんですね、副反応の話とか聞きますので、はい、だけれどもこれやはりあれですね、今ネット社会ですので、そういうふうにちょっと不安になって情報を調べると、はい、たくさんそういう不安な情報で出てくるんですね、で大体人間っていうのは自分がなんて言いますかね、自分の好みの情報しか収集しないの でネットで情報収集するようになるとどうしてもですね、極端な反応になりがちなんですね、はい、なんか今回もそういうことが結構大きいんではないかと思いますね、そして SNS 上ではワクチンに懐疑的な人同士がつながって自治体への抗議を呼びかけています。 Facebook 上で反対運動を展開するグループにはおとといの時点で800人以上が参加、抗議する自治体名ですとか電話番号が共有されて、参加者は子どもたちのためなら頑張れる、県内の人のふりをしてところ構わず抗議しましょうなどと投稿していたと、SNS でこういう状況のようですね、はい、そうですね、私もこの例えばワクチン反対とかですね、はい、ワクチン危険とかなんかそういうキーワードで例えばこうツイッター検索とかをいろいろやってみますとですね、はい、本当にたくさん出てきますね、で例えば何ですか、こう体が磁気を帯びるようになって鉄製の灰皿が体にくっついたとかですね、はい、なんかちょっとこう真偽怪しい、なんか情報もたくさん出てきてですね、はい、そういう写真などもたくさん出回ってるんですね、ですのでなんていうかな、ちょっとそういう情報に興味を持って調べるとそういう情報ばかりたくさん集まってきてしまうというのがですね、で極端化してしまうというのが本当にありますね。瀬さん、ワクチンに対する、まあ、こういうね、今おっしゃったみたいな懐疑的な意見というのもありますが、これはどうですか。あ、そうですね、まあ、私もちょっと怖いなと思わんこともないですけれども、例えば例えばメジャーリーグに行った大谷とか筒香とかですね、はい、なんかああいうメジャーに行った選手もなんかちょっと体調を春先崩してましたよね、ワクチン打った直後にですね、まあ、だけど今は元気にしてますし、まあ、また私の周りの例えば医療関係者の方とかも、はい、まあ、確かにですね、なんか特に若い筋肉の多い人の方が影響があるんですかね、なんかちょっと手が上がらなくなったとか打った直後ですね、はい、ちょっと熱が出たとかっていうことは実際聞きますけれども、ただ、まあ、その後は元気に活動なさってますので、はい、で私 の両親もですね、もう結構な年ですけれども、はい、ですけどこの前接種しまして、はい、まあ、元気に特に何か問題があったこともなく、はいはい、元気にニコニコしてますので、そういうことで、まあ、大丈夫なんだと思うんですよね、ただなんか調査を見ると、はい、調査結果を見ると例えばこれ独立行政法人の経済産業研究所というところの調査を見ると、なんか高齢者の方がワクチンを信用してるみたいですね、はい、でワクチンを接種するつもりという人が65歳以上の人がかなり、まあ、
多くて、まあ、そういう人たちはかなり信頼していて、で若い人ですね、はい、18歳29歳ぐらいの方ですね、で若い層はそのワクチンを接種するつもりと答えた人が 38% しかいなかったということらしいんですね、あの65歳以上だと8割の方があのワクチン接種するつもりだと答えてたのに、18歳29歳だと 38% にとどまったということらしいんですね。でもなんか若い人の方が若干怖がってるところあるみたいですね。そうなんですね、はい、まあ、しかし伊勢さんね、先ほどお伝えしたようにそのSNS、まあ、これが生まれてからその、まあ、いい部分ももちろんあります、はい、だけれどもその過激な意見っていうか、はい、まあ、このぐさっとくるようなねえ、そういう意見も増えたかと感じるんですが、そのあたりは瀬さんはいかがですか。これやはりですね、SNS が出てきたようになると、あの、なんて言いますか、こう個人ベースで世論が形成されていってしまう傾向が強くなったと思うんですね。あの、一昔前だったら世論というのは大体こう、なんか集団を通し、集団のフィルターを通して出てきたと思うんですよ、はい、例えばあの組合だとか農協だとか業界団体だとか、町内会だとかですね、はい、なんかでそういう団体をこう通って世論が作られていくと、まあ、その中であのいろんな人の話聞いたり、はい、いろいろまあ反対の人と議論したりですね、なんかそれで割とこう落ち着いていくんだと思うんですけど、なんかこう SNS で個人ベースでどんどんこうあの表に出てくるようになると、はい、なんかその極端な情報をみんな自分の好きな方ばっかり集めちゃいますので、なんかあの気がつくとものすごくあの過激なものになってるっていう場合増えてきてると思うんですね、はい、まあ、ですのでなんかこれ前現代の一つのまずい傾向ですよね、そうですね、はい、まあ、便利は便利なんだけれども、気がついてみたらもう自分の思ってるところしか固めてないっていう状況ですもんね。そうですよね、でちょっと違う意見聞いてみると、はい、まあ、結構納得する意見ってのもあるんですね、はい、ですので、まあ、そうやってちょっと違う意見聞かないとまずいですね。となるとその SNS を上手に利用するコツってのはやっぱり違う意見も見聞きしなきゃダメだってことですかね。まあそうですね、あのおそらく、まあ、メディアもいろんなものを使うべきだと思うんですね、はい、SNS ももちろんあの便利ですし、あのネットも便利ですし、はい、だけど、まあ、あの ラジオもテレビも新聞もみたいな感じでですね、はい、なんかそうやってで新聞もまたあの朝日からあの産経まで読むみたいな形でですね、はい、なんかそんな風にやっていかないとまずいみたいですね、はい、そうですね、はい、時刻8時34分です。時刻8時36分です。今朝のコメンテーター、九州大学教授瀬照久さんです。まあ、先ほどもお伝えしましたけれども、今東京23区西部に大雨洪水警報が出てますね。また大雨警報が多摩北部に出ています。そして東京都内杉並ですね、流れる妙正寺川に氾濫危険情報も出ております。まあ、これ避難指示の発令の目安でして、流域の方、建物の2階に避難するなど浸水に警戒してください。まあ、この後も大量の雨が降るとですね、まあ大変なことになる可能性もあるということなので、一応注意を申し上げます。さて瀬さん、まあ、こういうふうにあの先ほどですね、インフラ整備というお話もされてましたけども、はい、気候変動の影響で水害のリスクが高まってますよね。まあ、そうですね、本当にもう毎年のように、聞きますね、でその中で自治体の河川管理予算というのも膨らんでまして、東北大などの調査によると2020年度10年度と比べて政令市で平均 1.9 倍、都道府県で 1.6 倍に達しています。まあ、それに伴って業務量も増えているんですが、対応する職員、行政改革の影響で政令市で平均2割近く減ってます。堤防の点検マニュアル整備など手が回っていない業務も生じているということですね。で国内の河川の9割以上が地方自治体が管理します。20年度の維持管理予算、これを10年度と比較すると政令市では平均4億179万から7億6647万 91%増えていました。まあ、都道府県では平均13億3030万から21億6596万 63% 増えていると。まあ、戦後整備された堤防、ダム、排水設備、各地で老朽化が進んで修繕更新が必要な箇所が増えていると言い
ています。まあ、加えて近年極端な大雨の河川氾濫も相次いでますね。九州では去年ね7月熊本豪雨が大きな傷跡を残しました。この河川管理設備の老朽化、どうご覧になってますか？そうですね、あれですね、コンクリートの大体寿命といいますか、はい、それが4、50年ぐらいと言われてますよね。ですので、大体日本の公共都市が一番多かったのは高度経済成長かその少し後ぐらいですよね。ですから、ちょうどもう50年近く経ってるところが多いんですね。ですので修繕しなきゃいけないところ、たくさんあるわけですね。だけれどもそういうふうに予算も増えてはいるんですけれども、ただまだ足りないわけですね。でおまけに人も減ってますし、で公共大体どこも公務員増やしてないんですね、最近は、なので業務量増えてますし、今コロナでてんてこまいですし、でなおかつ公共事業をですね、90年代後半からもう大幅に減らしてしまいましたので、でそれで何と言いますか、地元のこう工事をする業者というのも減ってきてるんですね。ですので先ほど申しましたように公共事業をこれから定期的に出していくぞっていうですね、そういう長期的見通しを出さないことには設備投資も進まなければ、そういう何と言いますか、そういう要因を地方公共団体も雇おうとしないですからね。ですので、そういう意味でもうそのロードマップみたいなのを大規模かつ早くですね、出してほしいですね。時刻8時40分です。おはようテラちゃん。時刻8時52分です。ビジネス最前線です。コメンテーター九州大学瀬照久さんです、教授。この時間はですね、瀬さんには元2チャンネル管理人ひろゆきの日本の法律では無能老害をクビにできないので優秀な若者の給料が低くなる発言、これに賛否という、こちらについて話を聞きます。実業家のひろゆきがですね、ツイッターに新規投稿、日本の企業で給料が上がらない理由について、日本の法律では無能をクビにできないので優秀な若者の給料を低くして無能を温存します。無能が多数派なので優秀な若手は無意味な慣習を押し付けられ潰されたりします。結果大企業は利益率が低いので給与も上がらず、庶民はお金がないので安い商品ばかり売れます。短い言葉で説明しました。瀬さん、この発言についていかがですか？そうですね、若者がですね、なんか年寄りを最近老害とかって呼ぶちょっと嫌な言葉がなんか一般化したような感じがするんですけれども、これ分からなくもないんですね、悲しいことにですね。なぜかというと今の年配世代は、割といい目を見てきてるんですね。自分たちはこう日本が産業政策とか景気対策やろうきちんと割とやってた時代に、でそしてまた会社でもですね、研修制度が充実してて、雇用も安定してたんですね。でそういう中で社会人として成長してきたんですけれども、自分がこういざ上に立つとですね、そういうもの全部やめちゃったと、産業政策も景気対策も会社での研修とかもですね、なんかそういうのやめてしまって自己責任とかって若者にはお説教垂れますので、だから若者からこう身勝手だって言われてしまうのは少々仕方ないとかあるかなと思うんですね。でなおかつその今流行りのですね、こう自由貿易路線とか緊縮財政とかデフレとかですね、なんかそういうのって資産を持ってる年配者にとっては有利なんですね。ですのでこういうのなかなか変わらない。 だけれどもこれこれから就職したり家庭作ったりする若者世代にとってはデフレの時ってのは本当に辛いんですね。で仕事も安定しないし下手するとなくなってしまいますので、ですので、若者が老害呼ばわり老害とかって言って年寄りを非難するっていうのは分からなくもないんですね。ただこういう分断を作り出せるのはちょっと よろしくないんですけれども、本当に、そうなるとね、この日本の大企業の利益がもっと上がって若者にも行き渡るっていう図式になればいいってことですかね。そうなんですよね。ただそれをするためにはですね、こう日本の大企業のこう利益率というか生産性ですね、それは上げなきゃいけないわけですけれども、ただそれはですね、年寄りに無能なのが多いっていう、それは原因ではあまりないと思うんですね。
と、まあ、無能な人ってのは年寄りにも若者にも大体同じぐらいの割合でいると思うんですよ。はい、でこれ日本の企業がですね、生産性低いのは設備投資をしなくなっちゃったんですね。はい、まあ、デフレですし、定期的にこう需要がこれから伸びていくとか、定期的な需要があるっていうのが分からないの で、はい、公共投資も減っちゃいましたし、そうですね、ですのでそういうことでですね、設備投資をしないで、はい、なるべく人を安く雇ってどうにかしのごうというふうにしちゃうんですね。はい、それで生産性が上がらないんですよ。ですので生産性を上げるためには、まあ、設備投資できる環境ですね、つまり景気刺激策だとか、はい、まあ、もう一つはその、いや、これ最低賃金引き上げるっていうのもですね、いや、逆にこう需要が増えるっていう可能性はありますので、はい、まあ、そこをうまくやっていく行って、設備投資できる環境をですね、はい、作っていかないと、まあ、生産性というか利益率は上がっていかないと思うんですね。はい、まあ、ですから、それにしてもこのひろゆきさんの発言って最近注目浴びる機会増えてますよね。そうですね、なんか私も、YouTube のショート動画っていうんですかね、はい、なんかああいうのでよく上がってくるので、私も結構実は見ちゃってるんですけれども、なんかペラペラよく喋ってて、なかなか胸のすくようなことも多いんですけれども、まあ、ただですね、ひろゆきさんももう40代半ばぐらいですか、はい、おそらく、ですので、だんだんちょっと高齢化してきてると思うんですよね。で、また、ひろゆきさんの話というのは、大体こうグローバル化とか新自由主義路線とかですね、はい、なんかそういうのをこう前提に要領よく生きる生き方を話してるんですね。ですけれども、こう今の世の中見ていくと、はい、こう最近バイデン大統領がですね、はい、法人税をの最低税率を定めるようにとかですね、はい、今回の G7 でもインフラ増やそうとかですね、はい、インフラ投資増やそうとかですね、なんかちょっと今までの新自由主義路線、グローバル化路線と方向転換しつつあると思うんですね。はい、ですから、なんかちょっとひろゆきさんも若干時代遅れになりつつあるような気がせんこともないですね。時の流れなんですね、やっぱりね、時代ってのは。そうですね、絶えず変化していくんですね。はい、ビジネス最前線でした。時刻8時58分です。今朝のコメンテーター、九州大学教授瀬照久さんです。リクルートが昨日発表した三大都市圏の5月のアルバイトパート募集時平均時給、事務系が1165円と前の年の同じ月に比べ35円 3% 上昇し、過去最高を更新したと。新型コロナウイルスワクチンの接種、電子商取引関連のコールセンタースタッフ中心に需要が旺盛だったということです。まあ、こうした影響を受ける生産業種もあるんですね。そうですね、まあ、まさにこうコールセンターとか、デリバリー業みたいなものとかですね、はい、だからそういうのは結構そういうところも多いみたいですね。まあ、でも今日の瀬さんのお話で、やはり最低賃金というのを何らかの形で政府もバックアップして上げていって経済活性化していくっていう、はい、これが一番大事なんですね。いや、そうですね、じゃないと真面目にコツコツ一生懸命長時間働いても食っていけないってのはおかしいですよ、やっぱり。はい、今朝のコメンテーター、九州大学教授瀬照久さんでした。瀬さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。明日の木曜日、おはようテラちゃん、5時台ことぶきつかささん、週刊新潮、週刊文春、6時台島津博樹さん、ストラテジストですね、8時台京都大学大学院教授藤井聡さんお迎えして5時からお届けしていきます。この後、国丸ジャパン極みお送りします。おはようテラちゃん、また明日。今日もいい一日になりますように。